はい、2020年、正月が過ぎた1月16日。ようやく気づきましたが、予選を通過しないと、予選を通過しないと決勝はいけない。そらそうですね。当たり前ですね。はい。で、さらさらさらとやるには答えを移していっても構わない。そうですね。で、来年になったら、試験項目から外されるのが、第1問、第2問、第3問です。なんかわびしいですね。はい。だから、第1問、第2問、第3問、本物を移していこう。本物を移していったら、まあ一瞬にして思い出すであろう。そうです。国語、便覧をちゃんと声出して読もう。うん。社会、作品を見る。とかね。なんか、まあ、寸大の青本は書き写したりするのに、本物と同じだからやりやすいですね。まあ、説明がちょっとね、冷たい感じ。それだったら、竹岡のセンター本、竹岡の本をやっていくと、まあ、言うほど嫌いという人もいますが、非常に実践的な解き方です。消去法の徹底、消去法の徹底、消去法の徹底。こうですね。はい。もうそれだけです。やることは何か。うん。自分の間違った箇所ぐらい印つけて、それで気を強く持ちましょうと。はい。よかった。大体これで、安心できます。はい。